すげえ。ゴニョゴニョ部長になってる。お二人 Vlog のオーランド旅行、今まではウォルト・ディズニーワールドに関する動画を上げていましたが、今回は隣のユニバーサル・オーランド・リゾートに行きます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとは一味違う大スケールのパークなので、ぜひ最後までご覧ください。こちらユニバーサル・オーランド・リゾートはハリウッドに次いで2番目に誕生したユニバーサル・リゾートで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの約4倍の面積を誇るテーマパークです。ユニバーサル・スタジオ・フロリダ、アイランド・オブ・アドベンチャー、そしてウォーターパークのボルケーノ・ベイの3つのパークから構成されています。2025年には4番目のパークのユニバーサル・エピック・ユニバースもオープン予定という、まさに規格外のテーマパークです。一般的にはマルチパークチケットを買って1日で2パーク回るのがおすすめですが、私たちは1日1パークずつ回りました。料金は2人で約84,000円、1日15,000円ほどでエクスプレスパスが購入できますが、今回は購入しませんでした。それでは1日目スタートです。私たちは Uber を利用したので、シェアライド用の駐車場からスタート。まずは手荷物検査を受けます。ディズニーと比べて結構セキュリティ厳しくないこれ、ね、その後長い動く歩道を抜けてシティウォークというエリアに出ます。パークの入り口にある商業施設のようなエリアで、これだけでもかなりの面積があります。これを通過するとこのような分岐点があるので、入場するパークの方向にさらに歩きます。今日は絶叫ライドが多めなアイランズ・オブ・アドベンチャーに行きます。すげえ、なんかユニバーサルっぽくないんだけど雰囲気。そうなの。入ってすぐにあるエリアがマーベル・スーパーヒーロー・アイランド。ディズニーワールドにもマーベルのアトラクションがあるのでややこしいですが、ディズニーが展開している映画シリーズとは関係なく、原作がテーマとなっています。その権利が買われる前のマーベルの残骸がここにある感じかな。まずはエリアで一番目立っていたインクレディブル・ハルクコースターに行ってみます。注意点として、ユニバーサルのアトラクションには基本的に荷物を持ち込むことはできないので、このようなロッカーに荷物を預ける必要があります。かなり狭いので少ない荷物でパークに行くのがおすすめです。アトラクションはこんな感じ。ディズニーのアトラクションとは絶叫度が段違いなので、ジェットコースターが得意な人以外にはあまりおすすめできません。早くてよくわからんかったなんか高低差はあんまないけど、とにかくずっとぐるんぐるん回ってて、上下がわからんくてさ、シートベルトが緩くてさ、もうももちゃん顔上下に左右に打ちまくるでめっちゃ痛くてさ、涙出てきたもんそんな感じやもん。次はアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン。今年クローズした USJ 版と同じアトラクションで 3D メガネをかけて乗車します。なんか上下逆じゃね？違う、すごいダサいんだけど。合ってるでしょ。そうか、合ってるか。めっちゃ 3D だ。
Doc Ock on the loose. This could be the most dangerous night of my life and yours. Be careful. Even Spider-Man won't be able to stop it. You mean stop us? Yes, of course. Hey, what's going on? What was that? 思ったより激しかった。これはシートベルト合ってた。めっちゃ揺れたんだけど、全然固定されてなくなかった体が。次に来たのがドクタードゥームズフィアホール。ドクタードゥームといえばアベンジャーズの新作でロバート・ダウニー・ジュニアが演じることが明かされ話題になったキャラクター。名前通りリーホールタイプのアトラクションです。 You are now in the Los Angeles in America。 これ何をテーマにした？マーベルのコミックのなんかだよね、きっと。ここに荷物入れろと。うわ、高え。さて、隣のカートゥーンをテーマにしたエリアへ移動します。ここにはパークダリのアトラクション、ビルジラットバージスがあります。ディズニーにも似たアトラクションがありましたが、こちらは明らかに勢いが強そうです。めちゃくちゃ濡れたやん。こちらのアトラクション、濡れ方が尋常じゃない要注意アトラクションです。ということで、私たちもチャレンジしてみます。これか。やばい、めっちゃ濡れてる。下がやばいよ、下が。さっきのもこれもそうですが、ユニバーサルのアトラクションは全体的にやりすぎなものが多い印象です。次はジュラシックパークのエリアに行ってみます。日本にあるものと基本的には同じで、映画にも登場したビジターセンターを模したレストランやボート型アトラクションのジュラシックパークザライドなどがあります。日本との一番の違いはこちらのベロキコースター。世界一のテーマパーク都市オーランドの中でも最高のアトラクションとも言われている大注目のアトラクションです。今回のオーランド旅行では合計20種類のジェットコースターに乗りましたが、個人的にはこのコースターが最も怖かったです。30メートル以上の高さからの急降下から始まり、超高速での360度回転やひねりなど圧倒的な絶叫度を誇るアトラクションです。絶叫のポイントがいくつも詰まったジェットコースターで、絶叫系の好きな私にとって閉園直前にもう一回乗るほどお気に入りのアトラクションです。これ間違いなくハリーポッターのエリアでしょ。次に来たのはみんな大好きハリーポッターのエリア。ハリーポッターのエリアはユニバーサルスタジオフロリダにもあるのですが、そちらはダイアゴン横丁がテーマになっているのに対し、こちらはホグズミード村が再現されています。映画の世界が細かく再現されており、ファンなら絶対に行ってみたいスポットです。まずは昼食を食べることにします。アメリカに来てからピザやハンバーガーなどのジャンクフードばかり食べていて飽きてきたので、気分転換にイギリス料理を食べるため3本のほうきに行きます。ということで、
列に並びながらアプリで注文をします。すげえ混んでんな。注文したのはスペアリブクラッカー、サイダーとチョコトリュフ、すべて合わせて4800円ほど。食べよう。どうやって食べるの？骨ついてるわけじゃないでしょ。骨骨。めんどくせえ。まだだ。いただきます。めっちゃ柔らかい。なんかね、何ソースって言うんだろう。デミグラスソースやない、何ソースだろう。お花を摘みに行きたいですわ。ということで、次はホグワーツ城の中にあるハリーポッター&ザ・フォービドゥン・ジャーニーに行きます。これ15分待ちなの？この感じで。ここあれじゃん、ダンブルドア先生のさ、部屋の入り口だよ。こうやって開く？そう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 、それそれ。内容自体は USJ にあるものと同じですが、セリフはオリジナルキャストの声なので、字幕派にはこちらがしっくりくるかも。次に来たのはハグリッドのマジカルクリーチャーモーターバイクアドベンチャー。待ち時間はなんと90分。ハグリッドのバイクに乗るという設定のジェットコースターで、ユニバーサルオーランドで一番人気のアトラクション。さすがに90分は長すぎるということで、今まで使ってこなかったシングルライダーを使うことにします。待ち時間は30分ほどでした。どうだった？楽しかった。長かったね。結構いろんなキャラが出て、で落っこちるとこが楽しかった。レールが外れてさ、ポローンと落っこちるとこあったじゃん、レールごと。そこがすごい。あと後ろにも下がったよね。そう、後ろにも下がった。なんかいろいろてんこ盛り。これ以上でユニバーサルフロリダの1日目は終了です。アトラクションの待ち時間もあまり長くなく、半日程度でも見切れるボリューム感でした。どうだった？楽しかった。思ったよりさ、最初乗れなさそうで焦ったけど、なんか一周できたね。待ち時間なんか詐欺ってるね。詐欺ってる。全然並ばない。これエクスプレスパスを買わせるための戦略で。でもあとハグリッドをさ、シングルライダーで間違えて並んじゃってそのまま乗ったから半分ぐらいの時間で済んだじゃん。確かに30分ぐらい乗れたよね。100何分待ちとかでも。ユニバーサルスタジオということで、今日は昨日行かなかったユニバーサルスタジオフロリダに行きます。入れた？入った。急げ急げ。どこ行く？ハリー行こう。ハリー。まずは昨日の教訓を生かし、一番人気のハリーポッターのアトラクションを空いているうちに攻略します。ちなみに街並みを見てわかるように、日本の USJ はこちらのパークをベースにして作られているようです。そうこうするうちにハリーポッターエリアに到着。え、いるやん、あのバスの運転手みたいな。なんかいたじゃん、ガム噛んでなんかニキビだらけのさ。ちなみにこのハリーポッターエリア、
ダイアゴン横丁を再現しており、入り口のレンガまできちんと再現されています。すげえ、ダイアゴン横丁になってる。見てこれ、いるやん、これグリンゴッツでしょ、これちなみにこのドラゴン、10分間隔で口から火を吹いて威嚇してきます。その建物の中に入っているのがハリーポッターとグリンゴッツからの脱出。すげえ、あの銀行やん、あの小人が働いてる銀行じゃん。グリンゴッツの地下に隠された秘宝をめぐり冒険が繰り広げられるという設定です。映像を見るアトラクションなのですが、ジェットコースターの要素もあり結構激しかったです。ストーリー性があるためハリーポッター劇の人にも危険です。ここで一旦お昼休憩にします。昨日行った3本のほうきが美味しかったので、今回もイギリス料理を食べることにします。こちらはリーキーカルドレンというお店で、映画シリーズにも登場しています。ゲナユロン、I haven't shown anyone. No, not a soul. ちょっとお腹空いたから早めのご飯だね。注文したのはプラッターとスティッキートーフィープリンというデザート、合わせて4800円ほど。食べれそう。これは有名なイギリス料理じゃん。そうなのね、もらおう。これ、なんだっけこれ、ピクルス的なことかな。なんかこのソースマジ得体知れないし、このソースも得体知れないし、これに関してはもう、何これ食べてみて。いただきます。でも、えらい硬い。切るっていうか割れる感じ。もう溶けたアイスをのせる。いただきます。味がしない。アイスがめっちゃ甘く感じる。思ったのと違った。もっとプリンが出てくるんだと思ってた。もちろんあのカスタードのプリンっていうか、なんかなんだろう、いろんな食材をごちゃごちゃに混ぜて固めたら、それはもうプリン。うん、イギリスの人の感じでは。それではこれからダイアゴン横丁を散策していきます。できたね。クディッチ専門店じゃない？ファイヤーボルトじゃん。あ、ちゃんとついてるもん、この金具みたいなのが。カラーの可愛い、このセット。これもあれだよね、クディッチの時に着てるイメージ。これもクディッチ屋さんの隣がこのお菓子屋さんなの。これ入ろうよ。すげえ、めっちゃ上まで。映画に出てきたこれ。これ食べたくなる。どこだ？
からはハリーポッター以外のアトラクションをテンポよく回っていきます。まずはザ・シンプソンズライド。映像を見て座席が揺れる系です。ちょっと年季を感じました。お隣はメインブラックエイリアンアタック。映画メインブラックをテーマにしたシューティング系アトラクションで MIB 本部も完全再現。内容はちょっと年季を感じるバズ・ライトイヤーのような感じ。次はこのパークで唯一絶叫系ライドのハリウッドリップライドロケット。名前の似ている USJ のハリウッドドリームザライドと同様、自分で BGM を選べるのですが、コースターの内容は富士急の旅車に近いかも。待ち時間も短いので3回連続で乗りました。最後に来たのはトランスフォーマーザライド 3D。昨日言ったスパイダーマンの内容をトランスフォーマーに置き換えたという感じのアトラクションです。 They will ravage your planet like they did our own until it is consumed with death。 後半早足になりましたが、以上でユニバーサルオーランドでの2日間は終了です。降りろ。絶叫系ライドが多く、個人的には USJ よりも好きでした。アトラクションもそこまで混んでいないので、マルチパークチケットを購入し1日2パークもあるのがおすすめです。次回はオーランド旅行編の最終回、シーワールドオーランドに行くので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。